こんにちは、カバゴロです。今回はですね、卓球をやっていなければよかったなぁと思うことをあえて挙げてみようかなというふうに思います。このカバゴロチャンネルでは比較的卓球の話題が好評をいただいているということで、なるべく卓球に絡めた動画をどんどん発信していきたいという意図がありまして、まあ例えるならばですね、何でしょう、布に染み込ませた水を一生懸命絞って絞っても水が出なくなるまで全部出し切ろうぐらいの気持ちでちょっと思いついたことをですね、全部発信していきたいと思いますので、本当はそんなこと思ってないというか、全然思ってないんです、全く思ってないんですけれども、一つネタとしてですね、あえてそういう話題をしてみようかなというふうに思いますので、よかったらバッドボタンでも何でも押してみてください。はい、ということで、よかったらお付き合いいただきたいと思います。卓球さえやっていなければよかったなと思うことをあえてあげていきたいと思います。ということで、一つ目ですね、これネタ動画ですね。一つ目はですね、物件が見つからないです。はい、物件が見つからない。以前の動画で、引っ越すなら卓球台が置ける物件がいいっていうふうに考えているんですけれども、卓球台を置ける物件ということで、なるべく防音性の高い物件にするべきだなというふうに思うんですけれども、そういう物件っていうのは基本的に、私が今住んでいるようなこの軽量鉄骨造のアパートとか木造とかもそうなるんですかね、割とこうそういう鉄筋コンクリート造に比べれば防音性が劣ってくるというのが、一般論としてはあるということですので、私としては一つそれがハードルになっている。そのせいで、そのせいでというか、それで RC、鉄筋コンクリート造の物件がいいんじゃないかなってことで、なかなか物件が見つからない。同じようなことを言うんですけど、卓球台が置くためには、やっぱり卓球台が置けるだけの広いスペースが必要。で、この6畳間はおそらくちょっと厳しい。置けたとしてサーブ練習ができるかなぐらいで、おそらくマシンの練習はスペースが足りないと思いますね。おそらくですね。ということで、そこら辺も含めてですね、卓球台を置けるようなとこに引っ越したいと思ってるばっかりに物件が見つからないということは、卓球さえやってなければもっと簡単に物件が見つかってたのにっていう、そういうふうに思うということですね。はい、もう自分でも何言ってんだろうなと思いますね。はい、で2番目がですね、お金がかかるということですね。お金がかかる。はい、これも全然言うまでもないんですけれども、このチャンネルでも時々こんなラケット使ってみた、あんなラケット使ってみたっていう話させていただいてますね。お金がかかると、高価なものという意味では、以前の動画ではバタフライの、ビスカリアというラケットを、使ってみた感想、あれもフリマサイトで購入 しましたけれども、あと同じく高層機の、強氷ロン5っていうラケットですね。あれも、どこで買ったのかな。でもあれもですね、2万円近くしたということで、あとラバーも最近はディグニックス 09C とか、このターゲットプロっていうのもやっぱり、6000円ぐらいするとかっていうので、そういう使っていくと消耗するものも含めて、かかるコストですとか、やっぱり自分用具好きなんで、あれも使ってみたい、これも使ってみたいっていうのがいろいろあるんで、それにかかってくるコストありますし、あとは私はですね、これは人によるかなと、この用具選びも人によるっちゃそれまでなんですけれども、結構何でしょうね、練習の時に着る服とかも、何でもいいとは思ってないんで、あとずっと着てると同じの着てると飽きちゃうんで、たまにちょっと買い替えたりもするし、そういう衣類代も多少はかかるし、あとはその練習場所に行くその都度のその交通費とか練習参加費用とか、そういうのもかかってきますし、お金かかるというか、卓球さえやってなければかかってなかったお金があるよなという話ですね。はい、一応断っておきますけれども、僕は卓球やってなきゃよかったなと思っているわけではないのでと、今回はそのネタとして、こういう動画をあえて撮らせていただいているという感じですね。はい、ということで、こんな感じのペースで引き続きいきますけれども、3つ目はですね、時間がかかるってことですね。やっぱね、卓球ってね、やりだすとめちゃくちゃ楽しいんですよ。だから行くと2時間とか練習してもまだ短いなと思いますよね。やっぱ行くとね、4時間5時間全然練習できちゃうんですよ。クタクタになるんだけど、もう行くとね、いくらでも練習できちゃうぐらい楽しいんで、時間かかりますね。はい、
で朝起きて、まあ、7時とか分かんないですけど起きて8時ぐらいに家出て、まあ、例えば9時からの練習がありますみたいな感じでやって、まあ、それで半日練習して、まあ、お昼過ぎに帰ってきて、でまあ当然そんな感じでですね、まあ、後先考えず一生懸命卓球やっちゃったから、もう今度それ日が暮れるまで寝ちゃったりするみたいなことで、もうほとんど一日使ってしまうみたいな、卓球さえやっていなければ別のことできたのになって、まあそういう話ですね。まあこれも何言ってんだって話ですね、本当に。はい。で4つ目、時々怪我をするですね。はい。卓球さえやってなければ怪我せずに済んだのにっていう、まあそういうことですね。ただしの場合はまず卓球を始めて数ヶ月でバネ指っていうのになって、まあ、バネ指が何かってちょっと知らない人もいるかもしれないんです。説明すると、まあ、当然利き手がバネ指になったんですけど、こうやってこうグッて握ってパッてこう開くじゃないですか、こうやって普通に手って。これが開いた時になんかこうやって指が全部開かないんですよ。でバババでググ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 グピーンってなんかこうバネみたいにピーンってやっと開くようななんか症状になっちゃうんですね。で開いた瞬間のビーンっていうのがすごく痛いっていうんで、まあ、これ治すのに半年かかりましたね。はい。であとはここ1年だか半年の以内に2回腰痛めてますね。ぎっくり腰って言っていいのか分かんないですけど、まあ腰が痛くない、結構こう腰回して一生懸命こうスイングしてたら、あ腰痛くなったかもっていう感じがして、で2日3日ぐらい治んなかったなっていう時がありました。もうあのね、2、3週間ぐらい前にちょっと一回腰痛めたんですけど、まあ、それはね幸いにして治りましたね。特に2日3日ぐらいちょっとおとなしくしていたら、まあ次の練習までにまあ痛み消えてたなっていうんで、まあ助かってるんですけど、まあ結構腰が痛くなる。あとはまあ時々膝が痛くなったりとかもするかな。うん。っていうんで、まあ時々ちょっとそういう怪我をする、まああとこれからの怪我のリスクっていうのもあるかもしれないですね。うん、それはまたちょっと別の話になってくるんですけど、まあちょっと怖いなというふうに思いますので、まあ卓球してなければ怪我せずに済んだのにと思うことがある、まあ、あえてそんなことを挙げてみたという感じです。で最後5つ目なんですけれども、家族と過ごす時間ですね。はい。私はですね、妻と2人で暮らしてるんですけれども、週末の卓球の練習なんかは特に、まあ、妻がですね、割とこう従業員みたいな仕事をやってるもんですから、まあ、土日どちらかが結構仕事に行くことがあることがあります。という時は、妻が仕事の日に私は卓球に行くっていうケースが多いです。まあ、これならまあ特に家族と過ごす時間を犠牲にして卓球に行ってるっていう感はないので問題ないんですけれども、普通に卓球どちらも休みの日もありますので、そういう時は私が行きたい時に行ってるわけなんですけども、まあ、その間当然かみさんはですね、家で一人で過ごしてるとか、まあ、そういう感じになってきますので、まあ、もちろんその何を家で何してるとかどこで何してるっていうのは何ていうかかみさんの自由なんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、その一緒に過ごす時間が減ってしまうってことですね。まあ、例えば人によってはお子さんがいらっしゃるとか、まあ、もうそっちの方が多いかもしれないですけど、まあ、そういうこともあったら、まあ、その子供の面倒を見なきゃいけないとか、まあ、いろいろある中で、まあ、それを犠牲にして卓球に行きたいから卓球に行ってるっていう時間のせいで、何でしょう、家族と過ごす時間を少し犠牲にしているっていう点が、まあ、卓球さえやっていなければよかったと思うことももしかしたらあるかもしれません。はい。ということで今回はあえてですね、あえて卓球さえやっていなければよかったのになぁと思うことをですね、5つぐらい挙げてみたわけです。はい。だから私はもう卓球をやめますというわけではないということはもうお分かりいただいていると思うんですけど、ちょっとしつこいかもしれませんね、思うんですけれども、まあ、まとめといたしましてはですね、もちろんそうやって何かをやるということは、まあ、当然ね、卓球だけじゃなくて、私はメインで 3D プリンターのものづくりチャンネルなんかもやってるんですけれども、何かをやるってことは当然そのね、それと交換にその時間を失ったりとか、まあ当然怪我をすることもあるしとか、当然リスクも伴うし、まあその逆に、まあ以前に投稿させていただいてる、まあ、やっててよかったと思うことっていう、その有り余るようなそのメリットもたくさんあるわけですので、まあ、私にとってはまあまあ、今回あえてこんな動画を撮らせていただいたんですけども、まあ、私はですね、そのやっててよかったと思うことの方がずっとたくさんありますので、
まあ、今のところ卓球をやめる予定もないし、まあ、本当にこんな楽しくて、しかも健康維持もできて仲間もできるような、本当素晴らしい趣味に出会えたなというふうに思っているので、まあ、これからも楽しく卓球を続けていければなというふうに思っています。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までこんなですね動画にお付き合いいただいてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。